もう新年度ということでこちらです、ネオサイクリスタの新鹿沼店さんから今日はねお送りしたいと思いますけど、春なんで今日は華やかなゲストが来てくれております。では登場していただきましょう、どうぞ。ライドオンテカーンあれ、はい、どうも、どうもよろしくお願いします。女性レーサーとしては多分初ゲストですよ。そうそう、もう初なんでもう心臓が初だけにドキドキしています。初だけにはい、それはあの焼き鳥的な話、焼き鳥の初が心臓がドキドキしてます。なんかそうそう、回ってないといいからダジャレが多いですよねなんかあの聞くところによると本当にあのチームでも結構ムードメーカーで明るい感じだと。チームではもうやっぱりクールで真面目な感じで、今のところその要素全然出てないですよ出していきますこれからいや出さなくていいです僕のことはちなみに知ってます、もうお笑いを長くやってらっしゃった大二さんやってらっしゃったね、はい、そこは合ってる、過去形の過去形やから、はい、自転車に乗ってらっしゃる大二さんです。まあなんとなく格好でね、ブラブリッツェンの大二さんです。ありがとうございます、はい、ね、ちょっとずつ、はい、あの仲良くなっていこうね。そうですね、お願いしますライドセカーン、すごいね。ライドオンセカンド、今回のゲストは番組初の女性ライダー、ライブガーデンビチステンレのムードメーカー滝川春樹選手。自転車専門店関石ネオサイクリスタ新鹿沼店を女性目線でリポートしてもらっちゃおう。滝川選手初めてですか？初めてですね。僕も初めてなんですけども、はい、割とコンパクトだ。ですね。ね、はい、中にぎっしりとグッズや自転車が並んでるなという感じで、結構これだけコンパクトなのが割とね、商品も見やすいし。そうですね。回りやすいですね。ね、はい、あと店員さんとのこう距離感も近いんで、ね、アットホームな雰囲気だということで。はい、あ、ちなみにチームメイトから何て呼ばれてるんですか？チームメイトからは滝ちゃん。滝ちゃん、はい、滝ちゃんでいいじゃん。大丈夫です、はい、まあさすがやっぱり自転車専門店なんで品揃えがすごいですね。パーツがすごいんですけど、はい、これパーって感じですね。ほんまダジャレ言うなパーツがパーツがパーって感じですねありますね、はい、女の子らしさ出すのにこれだけ、はい、ほらバーテープとか。バーテープやっぱ可愛いのがいいですよね、やっぱりこういう、うん、発色のいいものとか。発色のいいやつとかね、はい、ちょっと喉ガラってもうだけど、すいません今日な、俺なんか三好という仕事をしてる感じするわ白と黒にしたりとか、うん、バーテープってやっぱりすごい自分の個性を出せるところだと思うんで、はいはいはい、ちなみにまあ今はそのチームのカラーとかで決まってると思うけど、はい、自分がそのプライベートでやるのでどういうのにしたいの？でもやっぱり右がもう赤で、右がもう左が黄色とかにしたいですもう左右変えたい、ね、左右変えてました、ね、はい、めっちゃ天才肌の人よねこっち後ろ、いやもうサドルはもう女性はものすごく気にすると思いますね。なんかよく言うよね、はい、やっぱり痛くなりやすいとか。そうなんですよ、もうサドルをこうさあどうする問題っていうのがありまして。出ました、サドルをさあどうする問題よう、はい、ほんますぐ出てくるな、城島さんみたいにすぐ出てくるな女性はやっぱり骨盤の妊娠に合わせて骨盤の形が違う、はいはい、男性とはね、うん、でやっぱりなるべくその広くて、まあ、短くてこう、いや、なるべく柔らかいものを。広いっていうのはそのこの座るこっちが、うん、ここがガッと広くて、ね、広くて、まあ、なるべく柔らかい、ここが短めがおすすめ。はい、あとはまあやっぱりそんなにその短い時間じゃなくて長く景色を楽しむっていうのが目的の方も多いと思うので。そうだよね、女の子はね、はい、それだと本当にまあこれぐらいこう柔らかめでもいいのかな。ちょっと重くはなっちゃうんですけど、はいはいはい、まあ、柔らかくても女の子はもう優しいサドルも優しい男の子も大好きなんで。本当、はい、きっと優しい男性の方が好き。もうやっぱそうですね、もうやさオラオラ系より、はい、なんかクリートなんですけど、はい、途中でセパレートに分かれるらしいね。おー、やっぱクリートって、うん、結構怪我にもつながるんで。あ、そう。そうなんです。だからもうあんまり自分でこうなんか変えなきゃいけないんですけど、うん、あんまりその位置とかずれるとあんまり良くないんで、
なかなかちょっとその減ってきてるなと思ってもこう躊躇しがちなんですけど、変えると元の自分の一番ベストの位置に戻すのが大変なんですけど、はい、ちょっとカメラさんこれねセパレートやからその位置を変えずにまず下だけ外して変えて同じ位置にパタッとつけて今度上だけ外して変えるということができると、はい、そうなんです。それが便利ですよね。この発想はなかった、ね、なかったですね、はい、クリートの位置と理想の好きな相手見つけるのは本当に難しいですね。そう難しいですね。あもういいなと思ったら、うん、あなんかこっちの方がいいかもみたいな感じの出てくるっていう、出てくるよね、出てくるんですよ。なかなかちゃんとした相手ね、はい、見つけるどれぐらい見つかってない今もう2年ぐらいですね。2年ぐらい見つかってないじゃん、はい、もう大変見つかれへんよな、はい、頑張ろうな、頑張りましょう、はい、新鹿沼店はお親しみやすいお店です。皆さんぜひお越しになってください。待ってます。進化を続ける進化沼。うわお。さあ今回滝ちゃんと一緒にやってきたのは鹿沼市の笠山神社へ続く県道240号、ライブガーデンビチステンレのトレーニングコースにもなってるんだって。ここはよく使う。いやここもう本当によく使う。明日も使うコースですねここは。え、明日の練習も。明日の練習もここ使う予定です。どれぐらいの頻度も結構来てるの。結構来てますね。やっぱりもう週に 2,3 回は必ず来るような感じですね、ここは何どういう風に使ってんの。ここは平坦、ダラダラ登る平坦がメインなので、ああその、まあ、ローテーション練習にもよく使えますし、うん、その、まあ、アベレージスピードを維持するような練習にも使ってます。もともとこれ自転車っていうのは、はい、どういうきっかけで始めたんですか。もともとトライアスロンをやっていて、おうおう、で、まあ、自転車強くなりたいなと思って、まあ、心理コーチに指導をお願いして、うん、まあ、そこからライブガーデン道ステンレを紹介してもらったっていう感じですね。あ、トライアスロンがまずやってて、はい、でその中の一つの自転車の練習で、はい、心理さんに、はい、教えを請うた。そうです。すごいね。トライアスロンのそのまま言ったら3つやるわけやん、はい、そのうちの1つを、はい、まあ心理さんってね言うたらオリンピアンやし、はい、そこにちょっと支持しようと思って。オリンピアンってことはちょっと知らなかったんですけど。あ、知らなかった。知らなかったんです。なんで心理さんのこと知ってたの。あの宇都宮で教えてるっていうので、あ近いから行こうってそれだけだったんですけど。わじゃあそのトライアスロンやってた時は、はい、言ったら走る泳ぐで自転車って3つあるじゃない、はい、自転車がやっぱ一番得意やった、好きやったの。いややっぱり陸上、もともと陸上部だったんで走ることはできたし、その水泳も、まあ、幼稚園からやってたのでできたんですけど、自転車だけ本当にできなくて。え、じゃあ逆やん、はい、一番苦手やったってこと。まあやっぱり自転車ってなかなか乗る機会もそんなになかったのと、練習の仕方も全然わからなかったので。なぜ自転車の道を選んだの。まあやっぱライブガーデンに入らせてもらって、その、まあ、吉川さんとか、まあ、新川さんもそうなんですけど、ものすごくかっこよくって、あやっぱ、まあ、あとは伊藤選手もすごいかっこよくて、こういう風になりたいなって思ったのと、やっぱり世界で活躍してる選手を見て自分も世界で走りたいなと思うようになって自転車に絞ることにしました、はい、じゃあやっぱ目指すところはそういう、はい、今言った世界の舞台 で、 そうですね、やっぱり自転車の本場はヨーロッパなので、うん、まだまだ実力はないんですけど、いつかはやっぱりヨーロッパで走れる選手になりたいなというふうに思ってます。いやー、いやそのね志素晴らしいですよね。ありがとうございます。タクちゃんは、はい、現役の医大生、はい、まあ、そんなに医大ではないんですけど、一応医大生です。医大ではないけど医大生はい、だからなんていうの、お医者さんも目指してるんでしょ。そうですね。何その二足の親父。まずはその出身の地元に帰って、まあ、普通に臨床医をして、まあ、その後は予防医療に興味があるので、病気を治すだけじゃなくて病気になる前にどういったアプローチをしたらいいのかっていうのにすごく興味があるので、はあ、そういうのをその、まあ、行政面からこの法律に関わったりとか、そういうふうに、まあ、厚生労働省だったり WHO というところで働きたいなと将来は思っています。もうちょっと途中からすごい分からなくなってきたぞ。
お医者さんに例えばまあ、はい、1、2年後になったら、はい、自転車はやめるってこと？いや、自転車もしっかりしながら両立をさせて並行してやっていきたいなというふうに思っています。でもさ、ほら、はい、自転車の練習は練習で、はい、それこそほら結構長い時間取られるやんか、まあ、そうですね、はい、その間勉強の時間が減るやん。いやでも、まあ、1日24時間あるわけですよ。かっこいい。いや、睡眠時間8時間取って、まあ、自転車の時間、まあ、練習時間5、6時間取っても、まあ、残り10時間以上あるわけで、まあ、1日10時間以上は勉強はできるということで。お医者さんはなんで憧れたというか、はい、なろうと思ったの？もともと本当にそういうなんか命に関わるような仕事がしたくて、はあ、で、まあ、予防医療も興味があったし、すごくかっこいい仕事だなと思って医師を目指しました。いやー、まあ滝ちゃんはその心理さんの、はい、あまり経歴も知らずに、ね、はい、まあ、ブリッテンというかね、はい、自転車界ということで教わってきたというけど、はい、今もう教わってるんでしょ？そうですね、はい。コーチとしてはどんな人なの？心理さん自身も選手だったので、ああ、選手の気持ちをすごくよく分かってくれるコーチだなっていうのは感じます。その心理さんに負けたくないっていう気持ちがあるので、ほう、やっぱり年齢が2倍ぐらい上なんですよ。やっぱり心理さんにはその勝たないといけないなっていつか思ってます。